ラーナック城外観伝職されたラーナック城、ラーナック城管内ラーナック城は、ニュージーランド南東オタゴ半島にある城、館。ニュージーランドに建造された二つの城のうちの一つ。同じダニーデンに建設されたカールギル城は、現在は廃墟になっており、ニュージーランド唯一の現存する城である。城は、ダニーデン市の中心からおよそ 10km の距離にある。 1873年から1887年にかけて大富豪であり、政治家でもあったウィリアム・ラーナックが妻のエリザ・ジェーン、クイズと共に暮らすために建造した。地元の建築家である R.A. ローソンが設計を手掛ける。城には43の部屋と大広間があり、46人の使用人が働いていた。ラーナック氏はこの城をザ・キャンプと呼んでいたが、 建造後には度重なる不幸に見舞われ、1898年10月にニュージーランド議会で自殺した。娘のケイティも病気のため21歳で死去。この城の大広間にケイティの幽霊が現れると言われている。半ば放棄されていた。この城は1967年にバリー・バーカーとその妻のマーガレットに買い取られ修復された。城から おたご半島と海岸線を見渡すことができる。現在、城と庭園は観光客に一般開放されており、ダニーデン氏の観光地の一つである。ホテルとしても営業をしており、宿泊、食事、結婚式にも利用できる。ありがとうございます。